3月31日に新型コロナウイルスに感染していることを発表し、入院していた俳優の小宮晃生、17、が9日、公式サイトと自身のツイッターで退院を報告した。小宮はテレビ朝日、マシン戦隊キラメージャー、でキラメーレット、熱田満竜役を演じている。写真、発覚直前、甲子園での練習前に円陣を組む藤波ら阪神ナイン3月30日夜、新型コロナウイルスへの感染を診断され、31日から入院。所属事務所によると、PCR 検査で2度の陰性反応を確認できたため、退院に至った。退院後は2週間の自宅待機となる。小宮は退院を報告し、ファン、関係者に、大変なご心配をおかけしました。ご心配、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした、と謝罪。多数の激励メッセージに、すごく励まされました、と感謝した。また、僕自身、藤波選手の嗅覚異常のニュースを見て、もしかしたら自分も、と気づけた、と阪神、藤波投手の感染公表、3月26日、で自身も感染を疑ったことを告白。その上で感染拡大防止に役立てば、と、僕が感じた症状を伝えられればと思います。とし、1、鼻は詰まってる感じはしないのに匂いがわからなくなったり味がせず、ただ固形物を食べてるようにしか感じませんでした。2、コーヒーの苦い味ですら水のように感じました。3、発熱等はなかったのですが、体が動きにくかったり重い荷物を背負ってるような感覚がありましたと匂いや味覚異常、コーヒーが水に感じる、発熱なしも倦怠感、などと自身の経験を詳しく公表した。そして、若い僕でも感染しましたし、誰もが感染するリスクがあると改めて感じてもらうきっかけになればと思います、と注意を呼びかけている。